4月12日、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのビッグゲームでペナントレースの幕を開けた後楽園球場。1回表、中日の攻撃。ピッチャーはエースの高橋和美。ライトスタンドに入るホームラン、中日は幸先の良い1点を挙げました。2回表、中日は期待のルーキー矢沢をボックスに送ります。見事センター前に達するクリーンヒット。さすがの矢沢、この日は2安打。雨上がりの軟弱なグラウンドはことごとく中日に幸いして、巨人はボンヘッドの連続。足を取られて思うように動けない長嶋、中日は早くも4点を挙げました。2回裏満塁に王一塁ゴロで無得点。その後中日は6回までに大量10点を奪いました。岡本さん、もうちょっと真ん中に投げてやってください。6回裏、長嶋がレフトスタンドに突き刺さるライナーのツーランホームラン。巨人はようやく3点を返しました。柴田、あえなく三振。中日ドラゴンズは小川の力投で開幕第一戦を飾り、水原監督のもと好調なスタートを切りました。